まずは黙ってこのフリーミッションっていうのの説明を見てほしいんですけど、ストーリーに関係なく好きなライダーでミッションをプレイするモードです。ここまではいいんだよ。ミッション中にフィギュアは出現しません。これはねとんでもねえ文章ですよ。いや、ほんととんでもねえ文章ですよ。黙って今度はストーリーモードを見てほしいんですけど、で、で、はい、ここ来たんですけど、見てください。このゲームね、一回遊ぶとしばらく遊べなくなるんですよ。なんでか知らんけど。まあ、そのうち遊べるようになると思うんだけどね。で、だからさっきのフリーミッションあったじゃん。フリーミッションを、で、フィギュアが出ないってことは、こっちのストーリーモードでしかフィギュアの入手方法がないわけですけど、こんな風に一回遊んだら遊べなくなっちゃうんですよね。つまり一発でフィギュアを全部取らないと、まあ、一生取れないってことはないと思う。一生取れないっていうことはないけど、しばらくは取れなくなると。はい。で、とんでもねえですよ、これは。やばいな。ちょっと今まで雑にしすぎたかもしんない。で、あれ、ミッションのさ、隣のなんかフィギュアってところでさ、どれぐらい取れてるかっていうのが分かるんだけど、俺もうね、2個見逃してんだよ。これと、これ。で、2個見逃してんだよ。やっちまったな。クールボコも出てくるよ。で、まあ、今回から、まあ、気をつけようねって話だよね。マジか。じゃあ、クーガやっていきましょう。はい、遊びます。お願いします。世界を回り1999個の技を持つという冒険家五代雄介は、出た、古代の異物アークルを体に取り込んでしまい、白い姿にその身を変えられるようになる。この2000番目の技で人を守ることを決意する雄介。ほどなくコウモリのような怪人が現れ、教会のやつ、ね、人々を次々に殺害する。雄介はその身を戦士に変え、怪人の待つ燃え盛る教会へ飛び込んだ。みんなに笑顔でいてほしい、その純粋な思いを戦う力に変えて。うわ、いいわ。僕クーガーは見たことあるんですけどね、やっぱ今とね撮影の仕方が全然違うね。だからすごい泥臭いんですよ。1話の戦闘とか泥臭いのゴンゲですよ。あ、来ました。うわ、ハイレグ違うか。あ、結構独特なデザインしてる。あ、俺の、あ、わざわざ、あ、来た来た、殴りながら変身するやつ出たーで、オープニングであるシーンね。これオープニングであるシーン、これオープニングね。ビガナグバズビクーガー、貴様はクーガー、そうか、クーガーか、来たー。いやーねー、このあ、クーガと戦う、めっちゃ喋ってくる、ごめんね。クーガとして戦う決意を固めた五代雄介、平気で人の命を奪う、ズ・ゴーマ・グを倒し、みんなの笑顔を守るために戦う。面白い名前してるよな。俺が何とかします。よし、まあとりあえず行ってみよう。はい、オッケー、相手の隙を突く。これってアルティメットなれんのかな。違う、ドラゴンホームにもなれるし。いやね、五代雄介はね、そんなにね、なんか戦闘が、うわー、なんか戦闘がうまいっていうイメージはね、実はそんなないんですよね。でもその中さ、みんな守るためにさ、泥臭く戦うっていうのが俺好きだったわ。僕現代っ子の部分の感性が強いからさ、なんか昭和のライダーの撮影、なんか CG はあんま使わん撮影っていうかさ、なんかね、うん、なんか昔ならではの特撮っていうのがさ、ね、うん、めっちゃ喋る、はい、オッケー、なんかね、すごい苦手だったんですけど、ごめんね、語っちゃうわ、クーガー語っちゃうわ。苦手意識があったんですけど、クーガーはね、その泥臭い撮影方法が逆にさ、五代雄介の、人間性をうまく反映してるように見えて、くなく見えたんだよね。飛ぶね。だからね、もうクーガー本当に大好きな作品ですよ。
で、まあ、とりあえずは今だ、よいけ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 、よいしょ、勝った、めっちゃ硬ー、こやつこやつ、よいしょ。原作ではそんなさ、なんかもう打ち込んだら勝ちみたいなとこあったやん。クーガの必殺は打ち込んだら勝ちみたいなとこあったじゃん。この封印エネルギーさ、封印か、封印じゃねえや、なんだったっけ、なんか倒すエネルギーよ。打ち込んだら勝ちみたいなとこあったじゃん。よし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 よ、でもやった半分だ、オッケーオッケー、よいしょ。でもやっぱ俺クーガンだから印象残ってるのはさ、あれはペガサスホームだっけ、ライジングペガサスだっけ、どっちか忘れたけどさ、なんかペガサスホームでさ、遠くから狙撃されてさ、肩貫通するシーン、わかるかな。あれめっちゃ痛そうで、うわうわうわぎながら見てたわ。あのね、当時は知らなかったんだけどさ、後々さ、あのクーガはさ、あのスーツを着るタイプのライダーではなくて、肉体が変化するタイプのライダーっていうことを知って、さらにあのシーンがトラウマになりましたね。もう今だこいつめっちゃ突き刺してくるな、まあ、ありがたいけども。よし、そろそろ俺のクーガのトークデッキなくなってきたよ。あ、そうそう、あれだ、クーガといえば、待って、クーガといえばあれですよね、最終回のあれ、あの最終回だけさ、急に展開が飛ぶんですよね、ダグバゼバと戦う時だけ。だからさ、あれ一話飛ばしたみたいな現象が起こるんですけど、わかります？覚えてますかね、皆さん。あれで俺何回も見直したもん。俺飛ばしてねえよなーって。あ、フィギュア忘れてた、危ねえ。あ、それとこれライジングなれるんだっけ、なってみようか。うわあ！急に来るよお前。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい。こうやって貯めればさ、いつかライジングになれるんですけど、なれるかな？おじさんなれるかな？よいしょ。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 はい。なれないかな？怠慢だともうライジング難しいかな？なれねえわ。ちょっと怠慢だと相性悪いわ。もうなろ。なっちゃいけねえ。この段階では間違いなくなっちゃいけねえ。まあ目赤いからいいかな、まあ目赤いからいいかな。勝てた。オーバーキルが過ぎる。もう少しこっちの冒険頑張ります。もうウンダグワゼバまで余裕っすね。アークル、オッケー。で、あ、クーガが手に入ると、オッケー。じゃあもう次行きましょう。ここから歴史改編が始まるんだよね。アルティメットになっちゃった。で、行きましょう。ズーゴグマグーガは怪しげに立ち上がり、再びクーガに襲いかかる。ピンチに陥るクーガを救出し、共にズーゴアマグーを撃退せよ。行きましょう。デンライダーよろしくお願いします。次誰使おうかな。マッハ使う。マッハ、そうだね、もう大体のやつは知ってるから、もうマッハ使おうか。よっしゃ、追跡、撲滅、いずれもマッハ、仮面ライダーマッハ。いいね、行きましょう。命おやす、よしお願いします。これ今回のさ、すげえ便利な機能と一つとしてさ、あのタッグを組むとさ、タッグ側も経験値入るんだよね。これめっちゃ助かるわ。これたよし、クーガ使おう。いやー、マッハはね、個人的にすごい印象に残ってる2号ライダーなんだよね。ロード早えー。あ、起き上がってきた。すーげーシンプルだけど変態チックなあれデザインしてるよね。あ、登場シーンないんだ。このままじゃ変身が。あー、ゾボコ、ボソコ、今度こそ殺すだって。で、マッハ、あ、倒したはずのなんかがね、オッケー。あー、ここ倒すのね。うわうわ、すごい。どうなってんのここ。お楽しみは俺からだ。あ、出た。行くぜ。依頼は分かった、俺に任せろ。あのね、お楽しみは俺だから、俺からだとかさ、追跡撲滅いずれもマッハとかさ、仮面ライダードライブだから、とりあえず印象、耳に残るセリフが多いよね。で、まあそれ以外でもマッハってすごい印象的なあのライダーで、すーげえ、まあ、カメラアングルぐちゃぐちゃ。あのね、2号ライダーってさ、基本的に1号ライダーとなんか、わー、フルバッコ、フルバッコ、フルバッコ、危ない。
あのさ、基本的に1号ライダーと2号ライダーってさ、仲悪い状態から始まることが多いんだよね。あのダブルもアクセルとめっちゃ仲悪かったし、オーズもさ、伊達さんとさ、あの仲悪くはなかったけど良くもなかったじゃん。で、あとはメテオとか、あのフォーゼのメテオとかももうあの仲悪かったよ、どちらかというと。まあ敵ではなかったけどね。おれおれおれ、トップスピードだけどさ、あのね、このマッハはさ、まあ、初めちょっと敵対するみたいな雰囲気出てんだけどさ、1号ライダーだからドライブ止まれしんのすけがさ譲歩するんだよ。なんかお前はなんかお前はなんか突き進むけど俺はブレーキだ、お前が突っ走るの止めてやるみたいなこと言ってさ譲歩するんだよ。あの止まれしんのすけがあそこ行きゃいいのかな。だからすげえ入り組んでんな、ここの空間。え、これどう行くの、合ってるここ。あ、フィギュア忘れてた、フィギュア探さなきゃいけないんだフィギュア、もう何個取ったっけ、3個取ったっけ。え、出てる、出てないよね。あー、もうちょっと待って、ごめん、プレステ5の魂が時々出てくるんだよつい罰ボタンの決定だと思って押しちゃう。で、あれ、なんか消えたよ、マップが消えたよ。あ、出た、よかった。で、何の話したっけ。そうそう、で、あのそう、あの1号ライダー側が譲歩して、だから初登場したその話の最後にもう仲良くなっちゃうんだよ。しかもなんならドライブのことしたい始めるからね、マッハ。だからすげえ印象に残っててさ、ね、ガイムとかのバロンもさ、もうあれ仲悪くないけど敵対するやんよくわからんけど、それだけ聞いたらよくわからんけど。で、まあだからめちゃめちゃ印象に残ってましてね。あれ、ここはなんもないのかな。だからドライブはね、まあなんかめちゃめちゃ印象残るキャラが多いわ。ひとっ走付き合えよとかね、脳細胞がトップギアだねとかっていう。フィギュアなんじゃい。はいはい、超短期決戦タイプなんだ。よっしゃ、とっとと決めるよ。じゃあ気合い入れていこうぜ。おら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 、はいはいはい、こうするとね、攻撃速度が上がる気がする上がる気がするだけです。 OK、 はいはいはい、 OK、 やっぱ強いね、早い早い、いけー。なるほど、よいしょー、その調子。ちょっと他のやつやってみようか、トマーレやってみよう。トマーレ一気に決めてやるよ。ありゃ、よっしゃ、行くぜ。オッケー、ほら、これ止まるんだよ、これ、ほら。ほら、止まったからのこうよ。はいはいはい。よいしょ、よいしょ、よいしょ。まあ、あんま関係ねえけどな。これ、ボスにも通じんのかな、この止まれ。よし、消えたかな。で、フィギュア、フィギュアあります？フィギュアないかな。よいしょ。すげえ自由度上がったな、この無双ゲー。あ、バイクのあれがある。でもその分探すのがめっちゃ難しくなったな。ここなんか飛び越えたらあります？行こう。あー、ちょ下手っぴ。よし、あー、もうほらー、なんもない。オッケーなんだなんだ、で、トラ飛んでるやつがいっぱいあるな。よいしょ、はいはいはい、オッケー、はい、よいしょよいしょ、その調子、よいしょ。で、フィギュアもうフィギュアしか俺考えてない。どこ、フィギュア痛いよ。こっちありそう。ここまで来てフィギュアないの？こんな隠し要素みたいなとこにあんのに。フィギュアどこよ？順調だな。オッケー。その調子。よーし、上出来だ。で、上出来。どこ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 。で、あっち行ったらもう始まっちゃうから探そう。多分ね、もう一個はね、あ、いるいる、めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃ戦ってる、頑張って。あった。オッケー、めっちゃびっくりした、なんだ今のでこんなもんかな。ちょっともうちょい一周していいもう怖くなっちゃって、俺見逃すのが。でも多分最後の一個ボス戦のステージにあったー
え、あボス戦のとこにあるわけじゃなかった。あぶねあぶね、多分これで3つ取れたよね。よかったよかった見逃さなくてよかった。行くぜ今行くぜ今行くぜ、小田雄介さん。お待たせ行くぜ。大丈夫だった？ありがとうございます。ほんと感謝です。オッケー。あーちょ待て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 、この人強い。なんかすげえ、けっ、うわぁ、こい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 、なんかバリアね、なんか結界師のさ絶界みたいなことしてんじゃんわかるかな、結界師で、これダメージ与えとけば倒せるのかな、このバリア。とりあえずなんかバリアって書いてある。あー、デンリン危ない。行くぜ。はいはい、よいしょ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 、赤くなったぞ。やばい、はい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 、来た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 、オッケーオッケーオッケー、フルボッコフルボッコフルボッコ、行くぜクーガー。はいはい、ナイス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 。ちょっとトマーレやってみよう。トマーレ行くぜ行くぜ、トマーレトマえトマーレトワー、いや全然効かねー。はいはい、危ない、これはもうやるしかないな。行くぜ、デフィート、デッドヒート、出た。もうま あとは知らないぞ。暴走すんなよ。はい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 、よしオッケー。あーノックバックしねえからうまくいかねえな。はい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 、俺も行くぜ。ほらーはいはい、あーよしはいはいはい、はー全開、はーよいしょー、マジ行くぜ、せーの、はい、暴走するぜ。はい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 、はい、いくぞ、はい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 、おーナイス、よいしょ、はい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 、オッケー、はい、全開、はー、よいしょ、全部バリアうぜバリアすぐ出てくるじゃん。よし、はい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 、よいしょ、はい、あーあーダメか、硬えな、バリア硬いで、クーガーも体力やばい、何気に。はい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 、よし、あ、はい、よしよし、相手にバリアス、バリア張る隙を張らせんな。はい行きますよ、はい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 、どんどん行くぜ、はい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 、バリアス、はい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 、あ、ダメだダメだ、強制的に張られちゃう、バリア、クソが、よいしょ、危ない危ない、わー、はいはいはい、クソ、ネギ、はい、今だ、いけ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 、よっしゃ、めっちゃ撃ちめっちゃ撃ちめっちゃ撃ちめっちゃ、逃げろクーガー逃げろ、はい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 、あー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 くそー、こいつ強いぞ、よっしゃ、あーくそ、はい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 、やばい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 、今だ、はい、砕けろ、はいはいはい、いけ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 、ほらゆすぎ、はいはい、許してくれ、許すかよ、俺もこっちボコボコなんじゃボケ、はい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 、よし、どんどん行くぜどんどん行くぜどんどん行くぜ、行くぜ、おーらー、はいはい、頼む、バリアあるぞ、バリアあるぞ、絶対バリアあるんじゃねえぞ、いけ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 、おら、前輪さあさあ前輪、あ、行くぜ、違う、おーらー、あん、あん、いけー、シャオラー、かっこいい、オッケー、いや強かった、技たくさん持ってますね、ま、こんな感じ、さーて、次すげー会話噛み合ってるなんか相性良さそうだもんね、つか五代雄介さんはなんか誰とでも仲良くなれそうだわ。どうだい、いい絵だったでしょ。うん、お疲れ様です。オッケー、よし、おー、めっちゃ上がったスキルワーク、ライジングス、あ、やっぱライジングできるんだ、危険、あの時危険って、よっしゃ、水手に入ったね、オッケー、これでクーガーも仲間になったのかな、オッケー、よっしゃ、でこれで遊べなくなると、よし、フィギュアも全部取れたね、ふー、おもろ